こんにちは、つっちです。今回は、沖縄県、金秀喜瀬カントリークラブ。海梶コースの7番ホール。レギュラーティーからピンまで373ヤード。ミドルホール、攻略を紹介します。当ゴルフ場は、2024年、日本女子プロゴルフ選手権が、開催決定しました。7番ホールのドローン&コースレイアウトをご覧ください。ティーショット、ストレートで広々とした開放感のあるパー4。ティーショットは名護湾から追い風に乗れば300ヤードも夢ではない。セカンドショット、グリーン手前にラフが張り出しているので、セカンドはきっちりとした距離感が必要。グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。海梶コースの7番ホールはパー4。レギュラーティーからピンまで373ヤード。ハンディキャップは11、まっすぐなミドルホール。難易度は18ホール中12位。平均スコアは 5.47。平均パット数は 2.08。100切りの人は3オン2パットが無難です。海梶コースの7番ホール、パー4、レギュラーティーからピンまで373ヤード。ティーショットの攻略ポイントは、ストレートで広々とした開放感のあるパー4。ティーショットは、名護湾から追い風に乗れば、300ヤードも夢ではない。海梶コースの7番ホール、パー4、セカンドショットの攻略ポイントは、グリーン手前にラフが張り出しているので、セカンドはきっちりとした距離感が必要。海梶コースの7番ホール、パー4、グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。ゴルフ場の週間天気と今日、明日、明後日のピンポイント天気をお届けします。気温降水量など基本情報だけではなく、プレーに役立つオリジナル天気予報も。風の強さと湿度、気温に応じたゴルフエンジョイ指数を1時間ごとにお知らせします。ゴルフ場のピンポイント天気予報をチェックし、今すぐゴルフ場予約、コンペ予約をしましょう。次回は、海梶コースの8番ホールについての動画を投稿します。見逃したくない人は、チャンネル登録してお待ちください。